ていくじゃん。ハンターハンターにね、私たちハマって、私ずっと好きなんですけど。そう、カエリがずっと好きで、見た方がいいよ。見なよ。え、本当に見た方がいい。うん、なんか、148話。いや、もっとある。え、だってさ、進撃の巨人。大丈夫かさや。いただきます。え、進撃の巨人って何の？進撃の巨人の方が多分あるよ、いっぱい。ちょっと待って。あ、そうなの。ハンターだもん。え、わかる。私もめっちゃ昔からやってる、うん、結構時間かけて完結したの、うん、しかもまだ完結してない、うん、え、してない、うん、アニメまだやってる。アニメはやってない。そうなん、漫画だけ。アニメちょっとアニメ放送するまでの漫画がないんだよね。アニメ系のアニメなんかね、冒険系で、うん、はい、説明できるよ、見たばっかだから。あのね、ゴンくんっていう主人公の男の子がいて、で12歳なんだけど、でそのお父さんがね、12歳でハンターになったのよ。でもゴンはお父さんに会ったことなくて、ゴンを捨ててハンターになったのよ、お父さんが。お父さんが。だけどゴンは僕を捨ててまでなったハンターってどういう感じなんだろうって思って、お父さんと同い年の12歳の時にハンター試験を受けてハンターになったんだけど、なんかハンターをするっていうアニメじゃなくてだけじゃなくて、なんかそのハンター試験、ハンターのなるための資格を取るまでの試験の出会ったり、人と出会ったりとか、ゴン君が成長したりとか、登場人物の子が成長していく段階がめちゃくちゃ面白い、うんうんうん、なんかいつ、なんだろう、どこの話にも全部面白い、見応えがある、うん、見てください。面白くない輪がないんだ。そう、面白くない輪がない、うん、いや絶対見てくれない。あ、でもれいちゃんそうだ、アニメ好きだから、うん、ぜひ見てください。でもすごい好きで、なんか今2週目、2、3週目ぐらいずっとメイクしながら見てた、劇場公演の時。いや、めっちゃそのイメージで、うん、めっ、うん、今も見てる。だから、わかる。この前英語のさ、なんか洋画見てたよね。誰が？あ、見てました。めっちゃ英語聞こえてきて、うん、え、どういうこと？洋画にもハマってて、うん、あ、字幕で見ます。メイクしながら字幕読めなくて。確かに。英語わかんない。やば。そうやん。うん。うん。ハンターハンター。え、おいしそう。何それ。味噌。うわ。最高じゃん。最高。あ、ラーメン食べたくなってきた。これ食べてるのに加えて。わかる、うん、でメンバーと一緒に配信してるとラーメン食べたくない。わかる、ね、公園の後もずっと私もさ、念能力何になるかやりたいんだけど。どうやって？何も起こんない。あ、私年ない、使えない、年使えない。ハンターになれない。ハンター失格。ハンター試験合格できない。ボーンって爆発しない。爆発したら強化系だよね。ちょっとまだね、足りなかった。足りない、何もならない。水が甘くなってるかもしれない。味が変化系。そしたら何系だろう。カエリ強化系じゃない？な、強化っぽいね。火、うん、のさ、具現化とかじゃない？火の、うん、確かに絶対具現化。操作もあり、操作か具現化。絶対具現化、うん、具現化だね。出しそう、めっちゃ、うん、出しそう。私何だと思う？で、カホも強化じゃない？強化だよね、うん、分かる。なんか強化っぽい。バチバチバチ、うん、元気。アニメ最高。わかる。呪術廻戦も最近見てて、うん、こんにちは。女子がハンターハンターの会話してるのウケる。だってウケる。あんま見ない
そうなんだ、失礼しました。ハンターハンターめっちゃ面白いね。面白いよね、うん、全女子だけど見る、うん、ヒロアカも見てましたよ。ありがとう。見てました。え、どこまで見てくれた？ね、アニメでしか見てない。全部アニメの全部。マジ？アニメは、あれ待って、今やってる？やってるね。終わったけど、新しいの出た。あ、待って、新しいのはじゃあ見てない。新曹くん出てきた？え、どうだっけ？待って、何で終わったのか分かんない。 A 組対 B 組が戦う。あ、もうそれはもう見ました。あ、そう。え、でさ、緑屋がさ、黒道みたいな、うん、なんか、でって。うん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 。あれ？じゃあ私結構見たかも。でもその次がね、出たの、ロッキーが。あ、それは見てないんだ。あ、じゃあ5期まで見た。5期まで見た。ロッキーまで見た方がいい。見ます。泣ける。え、ね、シンソウくんとさ、プフ、うん、声、声優さん一緒。結構そういうのやっぱあるの。あとさ、しがらきとさ、うん、あの、メルエムを。一緒なの？一緒一緒一緒。へってなった。そっち役なんだね。あとだって呪術の鮭、うんうん、イタドリじゃなくて、うんうん、犬巻が、うんうん、犬巻も同じ声優さん。メルエム？メルエム一緒。え、すごい引っ張りだこなんだね。え、わかる。ブルーロックにも出てる。うん、声優さんすごい。わかる。でもあの子も可愛かった。サツイ様、小麦、渡す、渡す、かわいい。めっちゃ、でも最後のシーンやばかったね。こんな終わり方、美しかったね。でさ、最後のさ、終わり、エンディングの歌の時にさ、まあ一番最初、アニメの最後の時にさ、二人がさ、手握ってるのがあってさ、はぁー、尊い、尊かった。見てないから本当にそう。感動するらしい。素晴らしい。見始めたんです。何を？バイオレットエヴァーガーデン。あ、バイオレットエヴァーガーデンか。ない。あるよ。全部。マジ泣ける。めっちゃ泣けるらしいですよ。泣けるの見たい。めっちゃ泣ける。あ、そうなんだ。まだね、わかんない。私見れるサブスクがなくて。17の中の1は7だけど、6は7ぐらい。え、何で見れる？ネトフリとか？なんだ？ネトフリかな。あ、ネトフリか。最近のおすすめアニメ、え、最近なんだろうね、うん、一番新しいの私全然見てないかも。ああ、今期のとか、うん、全然わかんない。偽装のフリーレン、偽装のフリーレン、なんていうのかわかんないけど、それもなんか面白いらしくて、1話なんだっけ、それインゲン、わかんない、インゲンを、あ、インゲン見せたインゲン、え、一番面白いアニメってなんだろう、なんだろう。でもずっとヒロアカだった。ごちそうさまです。あー、でもハマってたよね、すごい。めっちゃ好き、ずっと、やずっとヒロアカで、今もヒロアカなんだけど。あ、そうなの。でもハンターハンターがめっちゃ良かった。え、今の感謝の聖剣好き？やば、もうもうね、犯されてる、脳みそが。すごい。ハンターハンターに。だって見たばっかりなんだよ。そうだよね、見たでほやほや。そうだよ。もう一気見してくる、怒涛の一気見ね。マジで怒涛の一気見、毎日4時ぐらいまで見した。ね、すごい嬉しい。本当初めて、でもこんなに一気見したの。嬉しい。ハンターハンター。私はハンターハンターかな、一番は。いや、でもその気持ちもめっちゃ分かる。そう、でもまあ完結してないから、うん、こそ ね、そう、どうなんだろうみたいな。元気なさせる、そんな感じですよ。コメント欄全く読んでないすみません。切符ゲットしたって。えい、ー、ありがとうございます。ニットかわちいかわ、ありがとうございます。かわちい、かわちいよね、ニット帽。初めて買った。え、あれは鬼滅？あ、鬼滅もね、あ、鬼滅もハマってたイメージ。いや、鬼滅もめっちゃハマってただよね。うん、いや、鬼滅も面白い。鬼滅も面白い。いや、鬼滅、あ、鬼滅かもしれないね。なんかカホがさ、そのアニメ、ジャンプ系のアニメハマったのさ、うん、私が見たの鬼滅なんだよ。いや、私だって初めてアニメにハマったのが鬼滅。そうだよね、
なんか原点。そのイメージある勝手に。いやでも鬼滅は本当に。鬼滅が原点。うん原点。あいやうん面白い。なんかそう悠々白書なんかハンターハンターと同じ富樫さんが書いた悠々白書も面白いって聞くよね。私それ見よっかなって。うんアニメあるかあるらしい。ねえ、トガシ店行きたかった。わかる、私トガシさん、トガシ店行きたかった。もう一回やってくんないから。福岡行かない、ちょ遠いな、ね、福岡行こうよ。トガシさん、え私、うん、1000万円持ってたら福岡行ってた、うん、そうそれは行ってるわ。1000万円持ってたらありがとう行く。結構なんかねえ、本当にさ、本当にさ、トガシ行きたかったよね。うん、なんで行かなかったのっていうぐらい。なんかね、行こう思ってたら終わっちゃった。ねえ、やばいよそれ。行った方がいい。行きたかったよ。行った方がいいよ。トガシ店。さん。トガシ店。見てますか、トガシさん。トガシさんに届く。トガシさん。行ったフォローした。トガシさん。いや、NGT 好きになってほしいよね。いや、本当にそう。本当に。面白かった。ね。トガシさんね、うん。他のアイドルグループさんがお好きみたいで。うん、これ使ってほしい。そうだ、ぜひ N NGT の N、ね、なんか新潟を舞台に。え、確かに熱いね、うん、新潟を。え、本当にもう富樫さん、でもそう、まあ、あのハンターハンターの作者さんが富樫さんって言うんですけど、富樫義弘さん、その富樫さんに。え、富樫ってもう一回東京やってくんないかな。私たちの存在をないかな。もう一回やってほしい、まあ、大阪とかでも、うん、名古屋とかで、うん、行きますね。え、本当にもう一回やってほしい。行きます。リバイバルリバイバル富樫さん、富樫ってやってほしい。本当に行きますよ。もう一回やってほしい。もう全然行けよね。グッズだけでも自己通販出してほしい。あー、グッズね、うん、でも私ハンターハンターのグッズ一時期ハマって結構買ってた。マジ、うん、そのなんかシールとか、あとマグカップとか、うん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 、ラッシーとラーメンとか食べてアクスタ、うん、とか。え、誰を買うの帰りは。ひそか、あのね、マグカップはキルアゴンとヒソカ、誰かクロロ、クロロ、あ、そこら辺買って。クロロルシフルルルル、クロロもそう、お気に入りです。かっこいいよね、クロロもいい。顔がいいよね。え、そうだよ、シンプルにクロロ作がいいよ。え、わかる、クロロの。え、あ、そうだってさ、ヒソカのさ、うん、あのシャワー浴びた後のさ、うんうんうん、ノーセットのぺっちゃんこの髪型はめっちゃいいなって思った、うんうんうん、細かいぺっちゃんこノーセット、ぺっちゃんこ、うん、ひそかな、うん、いつもセットしてんのか。めっちゃセットしてた。ひそかな、危ない、あ、ねえ、危ない。今イヤホンの線をアイロンで踏み潰してた。アイロンで踏み潰してた。あとそのハンターハンターの乗り物乗りたいために、まあ、ほぼそれ目的でユニバーサル行って。え、マジ。え、そう、え、あったの前、進撃の巨人じゃ、もうやってた。それもその時期と被ってて、え、いいな。でなんかあのゴンとクラピカの人形を買った。もうなんかそれが私もすごい好きで、あんまり私グッズとかアニメの買わないんですけど、めっちゃすごいよね。本当にもうユニット公演の時とかもメイクの時間にずっとハンターハンター見てた。その時から見てた。でさ、私が初めて劇場公演の準備してる時にハンターハンターを流してたら、誰今これ見てる人って、そう、遠くから声がした。あのさ、第一話、なんだっけな、何だっけな、何で気づいたっけ。怪獣、あ、それか、珍獣財宝、ね、びっくりした。分かり合える人いるんだここにって思って。いや、誰見てるの、嬉しかった。私が見てる。でもそう、すごい喜んだ。めっちゃあれは喜んだね。大地を踏みしめて。今まで妹ぐらいしかいなくて、え、なんかでも妹もさ、こうカホみたいにこんなに熱く語ってくれないから。あ、そうなの。だから嬉しい、こういう仲間ができて。だけどね、私がね、感想の LINE めっちゃ送ってもね、返信遅いのえ、そう、それね、ひのにも言われた、 LINE の返信遅いみたいな。 LINE の返信、本当にそう。ハンターハンタートーク、そう、すいませんね、ハンターハンター知らない人本当に申し訳ないんだけど。そう、知らない方じゃちょっと見てほしい、ね、本当に見て、変わるよ人生。だから私がその王のところとか、うんうん、もう積んだやんみたいな展開の時とかに帰りにめっちゃ LINE してたら、うん、もう返事来ないの今すぐに一番大変な時に。そう、一番大変な時に帰り返信来なくて、追い LINE してくれて、もう追い LINE した。ツイッターでもメンションした5回も。そう、いっぱいいた、かわいい、やば、激ヤバでそれがカホ、それができるのがカホだ。そうね、私いいこと。やべ、記憶なくしたって時に。でも私もアニメさ、そのアイドリッシュセブンとかはさ、うんうん、マホと語るけど、うんうん、遠いからさ、
物理的に。そうだよね。そう、だからアニメで直接語り合えるのは、うんうん、ハンター×ハンターで帰りが初めてかもしれない、うん、やったかもっていうか、うん、だった。そう、アイドリッシュはマホちゃんも今も好きなの？もちろん、アイドリッシュマホも好きだし、私も好きだし、うん、ミユどうだった？ミユね、3話ぐらいまで見ただけ。3話まで見た？3話ぐらいまでしか見てないわ。あら、そう、サブスクがさあんまり出てなくて、うん、限られてる。そう、限られてて、たまに雨まで無料配信してるんだけど、そう、本当にね、見てほしい。ミユを私アニメにハマらせたい。うん、え、ミユドラマじゃんね。え、そうそう、ドラマ、テレビっ子。そう、テレビっ子。お墓、ありがとう。え、なになに なんだっけ、なんとか少年で見たら、なんとか少年、なんだなんだ、おじさんがアイドル、へぇ、なになにそれ、ミユがハマるって。後でちょっと調べるね、今携帯使えないから、ね、後で調べよう。でもさ、アニメってさ、うん、誰かと一緒に見たくない？あー、話せるからいいよね。そうそう、誰かと見たい。何それ、かわいい。え、じゃあ私の家に。え、いいの？え、カホと見るとカホずっと喋る。よかった、カホと見るの楽しそう。え、鬼滅の時もさ、え、そう、鬼滅トーンチで見て、そう、全部説明してくれた。確かに。そう、私も進撃かもしれない。でも、そう、説明したいけど、うん、ちゃんとセリフも聞いてほしいから。あー私めっちゃ聞くくない？あ、聞くだからね、そう、だから私はいつでもみんなに私の家に来てほしいし遊びたいって思ってるの。レイちゃんもサーヤもミユもみんな、マリちゃんも、マリちゃんも一緒にアニメ家で私の家に来てアニメを見てほしいって思ってるの。マリなんてあんま見ないアニメ。アニメ見るよ。え、本当？え、でもそう、好きだよね。え、何？鬼滅？え、え、鬼滅回戦もあの、あれ、一の方だけ見た。え、ちゃんと見てる。ハンターハンターは？ハンターハンターは途中までなの。どこ？どこ？どこ？本当に最初。あ、ハンター試験？ハンター試験、本当に最初。見た方がいいよ。マリアさんにハマってほしい。うん。あ、そっちが先に。そう。で、マッチが低いぐらい。悠々白書。姉さんは悠々白書なんだ。だけど本当は見て見て、私の家に来て、じゃあみんなで3日間休みもらってさ。でも私結構友達行ったことある。3日で見よう。寝ないよ。倍速で148話。148話。私も先月見始めて見終わった。1ヶ月あれば見終わる。1ヶ月かかるのか。よく見れたね。気合があれば。うん、気合だね、うん。いや、私も結構気合で見た1ヶ月。うん、飽きなかった。いや、なんか見すぎて話が入ってこなくなる。あ、逆に飽きることはない。話が先が気になるから。そう。もうみんなで見よう、アニメ。見たいよ。見たい。なんか見たい。見よう。ヒロにハマらせたい。はるちゃんもさ。アニメ見てね。はるちゃん、影を潜めていたね。わかる、ひっそり配信配信してるの？絶対私たちの声しかさ。そうなんだ。え、3期生配信してる？あ、してないのね。アニメ見てね。アニメ見てね。ハンターハンターね。なんか教育？アニメ教育みたいな。見てねって。ご飯食べてねみたいな。三期生誰かアニメ好きいる？アニメ好きいる？え、います？え、ドラムめっちゃ見てる。え、待って、可愛い。いない？え、今見てないわ。マネージャーさんになった。どんどんちょっと新しい話になってる。すごいね、見てる。みんなアニメ見て。あ、リリノも好きなの。え、あ、そう、リリノちゃん好き。嬉しい。あ、なんかヒノと話してた。アニメとマジずっと見てられる。結構おもろい。それは嬉しい。あ、待って、わかる。アニハラ。レベル E も、あ、なんか聞いたことある、その富樫さんがってやつ。今歌なんなんだろう。あ、懐かしいんですか。懐かしい。だいぶ前だよね。マリナさんの。漫画だよ。
何か推し、はい、ドラえもんからのプレイヤーさん、はい、パホはモノマネしてくれるから、そうだ、めっちゃいい時間やってる、帰り、あるかだ、あるかだ、寝かせてが遅くなる、あるか、え、バナナフィッシュ見た、え、見て、あ、見てないんだ、で、あと私とね、カホ最近スイカゲームにハマってます、そう、スイッチの、だからさ、マジ忙しかったスイカゲームもやりたいし、うん、ハンターハンター見たいし、あ、そう、最近はもうスイカゲームを捨てて、うん、ハンターハンター見たい、あ、嬉しい、ハンターハンターにするんだ、ハンターハンター絞った、よし、でもなんか私スイカゲームちょっと飽きちゃって、もうスランプだよね、そう、スランプ来ちゃった、わかる、なんかスイカ作ってもその先に進まない、スイカ2個って絶対難しいじゃん、うん、なんか新しい道がなくて、うん、確かに詰まっちゃって、確かにちょっとね、新しくマリオ出るらしい、あ、出たのか、出たよ、もう買おう、それ買おうかな、マリオ気になる、ね、マリオやろう、マリオ出たよね、出た、出た、違う、わからない、多分普通にスイッチでマリオできる、え、わかんない、私さ、ポケモンもさ、終わりきってないからさ、さすがにちょっと、いろいろ手つけるの、そう、手つけすぎてる、もう一個今私、一気見したいアニメあるから、あら、ほら、ありがとうございます、ドラえもんの話してよね、さっき、ドラえもんの話、このアニメから広がってドラえもん、なんか一周回ってドラえもん見てる、最高の、ドラえもんが始まりでしょ、なんかそうね、まあ確かにそうです、ドラえもんしんちゃん、ちっちゃい頃の方が見てたくない、確かにドラえもん、ポケモンのアニメ見てた、ポケモン見てた、ドラゴンボール、あ、見てた、見てました、土曜日、え、ハムタロ見てる、日曜日のハムタロ見てた、え、見てた、え、ですよね、で、あとさ、映画、ハム太郎の、私、え、あ、わかります、私見てました、やってたけど見てない、ハム太郎めっちゃ見てた、私んちもめっちゃ見てた、私んちも見てた、私あと全ゼンマイ侍見てた、お団子団子団子、え、7時24分からやってた、無理、何で詳しいの、私朝学校行く前にシャーキーン、うん、シャーキーン、わかる、わかる、世代さすがに一緒、あ、よかった、樹木さんね、やばい、マコラッチだ、え、仮面ライダーを見てた、あ、見てた、え、何の世代、仮面ライダー、ポーゼ、え、すごい、若くない、若いか、何だか電王とか、あ、電王、うん、電車の新幹線のやつ、え、仮面ライダー好きだよね、ミユミユ、あ、そうじゃん、ミユミユが詳しいよ、ミユは仮面ライダー、令和ライダーの2代目ぐらいまで、やばい、すごい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 、知らないところまで、知らないんだよね、仮面ライダー、いや、フォーゼめっちゃ好きだった、私、わかる、めっちゃマジでアニメ、うん、あと私、ウィザード、指輪、詳しいね、カホ、え、キラリンレボリューションを見てた、あ、え、私それ漫画派だった、わかる、漫画派、アニメも見てたし、シブキャラ、シブキャラも見てたし、わかる、ゲームもやってた、キラリンレボリューション、嘘、え、めっちゃ流行ってた、懐かしい、マジもう全部懐かしい、え、ゲームで言ったらもうわがままファッションがある、あ、やばいよね、あと展示会行ってお買い物して、え、わかる、あず、なんだっけ、ヒポポタマス、あ、やばい、あずーさんみたいなのもあります、わかる、あずーさん、あった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 、なんだっけ、懐かしい、なんかちょっとアジアチックな、うん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 、ラクダみたいなやつ、へぇ、あ、ラブベリーもやってました、いや、ラブベリーやばかった、やってた、だってもう学校でラブベリーごっこしてたもん、なんか石のでっかい石のなんか上でなんかラブとやベリー役がいてリボンキャスケットってボンって、あ、かわいい、マジでリボンキャスケット、先生だからいいよね、そう、かわいい、痛い、痛い、やばい人、確かに、またやりたい、いや、多分それこそ TikTok からしたら懐かしいって言って、うん、やね、なりそう、みんなでごっこしたい、なんかその髪型の公演とかさ、確かに確かに、自分受けでやりたい、中にさ、あれ洋服をさ、今売ったら絶対バカ売れる、する、絶
対間違いない。あ、してた、してた、してた、コラボカフェ。洋服売ってないじゃん。うん、販売してほしい。作って販売して、私たちで買う。懐かしい。なんか DS で買って私、うん、なんかカードガッてやってガッて。そう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 、わかるわかるわかる。もう頼み込む。懐かしい。ハマってた。私たちの世代はこれです。誰かさ、ワンタメやってた。あ、わかる。何何ワンタメって。ちょっと待って、犬が踊る。え、わかる。あー、ね、わかる。待って、ねえねえ、わかる。一回もやったことないけど。え、違う。え、これ犬なの。こんなのなんだ。やばい、犬。私ニンテンドックスしかわかんない。ね、あとさ、虫キング。やってないけど、なんか虫同士で戦うやつ。ややってたの？じゃんけんで。マジ？虫キングやってました。かわいい。虫キングやってる。おいでおいでおいで。やばい、懐かしい。やばい、やっぱなんか同世代。え、友達コレクション。あ、持ってた。え、やった。え、待って、交換したい。みんなと交換したい。友達になりたい。つかなかったらさ、くっついた方の名前を自分に変えて。おもろ。そこまでしてた。そんなことして、全部変えて結婚させてくれた。なんか私さ、4人兄弟なんだけどさ、私のトモコレと弟のトモコレと妹のトモコレと弟のトモコレって4個カセットあった家。あ、でも確かにあれ保存データあるからね、全部別々じゃないとさ。そう、そう、めっちゃ懐かしい。え、なんかさ、投票コーナーみたいなかった。なんか何やりなやり、あって、なんかあった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 、懐かしい。替え歌とか作れたよね、あれ。え、わかる。替え歌めっちゃ作ってた。懐かしすぎる。あった。作りたい。懐かしい。もうやばい。やっぱその時代が一番だった。うわ、いやもう DS だよね、やっぱ。DS。うちらはね。スイッチの前の DS だよね。わかる。もう Wii U からわからん。いや、わかんない。わかんない。Wii までかろうじても。わかる。Wii までだった。Wii Fitもちょっとかじったぐらい。うん、ウィービットめっちゃあったわ。それぐらい家族全員の DS ライト。ライト、ライトって 3DS 前の。ああ、それも持ってたし、なんかどんどんさ、バージョンアップしたじゃん、うん、なんか DS ライト、 DS アイ。あ、そう、 LL だ。あ、そう、もうさ、今の変わってくる。今 DS 入った。なんか一瞬さ、折れないやつ出なかった。あ、出たかも、出たかも。スイッチみたいな形。何それ。一瞬出た。うん、DS で一瞬出た。一瞬でもなんか引っ込んだの。え、今見ないなと思って。なんか Wii U もう生産終了しちゃったんだよ。確か。やばい。するかしちゃうか。ね、DS 持ってきたい。そうだ、 2DS だ。DS 入りたい。あー、閉じれないやつ持ってきて。 DS 売ってますか。売ってないんじゃない。売ってないか。高いんじゃない今も。あ、もう価値が上がっちゃって、うん、懐かしい。懐かしい。私持ってくるやつ。スイッチのスーパーマリオ買った人いたらマジでやらせて。いや、だから一回やりたいよ。買おうとしてる。一回やりたい。でもヒノが買おうとしてるよ。はい、買いそう。やばい、懐かしい。たまごっちとかもさ、うわー、やってた。大好きだった。すぐ殺しちゃう。わかる、すぐさ、死んじゃってて。殺しちゃう。いつの間にか。もう懇願して買ってもらってた、親に。わかる。懐かしい。ローラースケートとかもさ。あ、ヒーリーズ。ローラーシューズとか。あ、やばね、ヒーリーわかる。え、待って、ずっとやった。裏についてるやつ。そう、裏についてるやつ。あれはそれだったんだけど、ガチのローラースケート。あ、それも。こうなんかタイヤ高いやつ。私はスニーカーなんでもつけられるやつ。あ、そうそうそう、スニーカーのやつ。何のスニーカーでもローラースケート。へえ、すげえ。そんなのある。もうどうしても欲しかったね、ローラーシューズ。へえ、すごい懐かしい。嬉しい、同世代ね。懐かしいね、同世代。同世代いいな。あ、デジモンもわかる。でもね、あ、デジモンわかるけどやってないわ。うん、女の子だから。女の子だから。やんなかったけど。あとね、まあ、どうもり。あ、どうもりね。どうもりやってた。やってた、やってた、やってた。なんかさ、セーブしないとさ、モグラに怒られるやつ。リセットさんに。リセットさんに。わかる、わかる。もう
さ回数化されるとそうそうやろみたいな大変なことテレレッテッテッテレレッテッテッテレレッテ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 ッずっとそれなんだよ長いんだよねねめっちゃ長かったねちょっとね溜めてましたいや懐かしいもう終わりなんじゃね私たちもそうだねなんかすいません皆さんやばいもうハンターハンターから懐かしい、うん、うちらの懐かしい話が止まらなかった、うん、たまにツイッターで流れてくるとさその懐かしいもの、うん、震えるもん三宝石とか、うん、懐かしいカタログお家に届いてた長岡までほっぺちゃんのさこうやって触ってさ上の潰し取ってた、うん、えっ取ってちぎれちゃうそう懐かしい三宝石とかわかる三期生わかんめっちゃ集めてもらえた一生世代嬉しいあよかった嬉しいよかった三宝石めっちゃやばくないわかるわかる安い安い全部安いなんで買ってたんだろう、うんね、どこ行ったんだろうって思うわかる、うん、どこに行ったんだろういつの間にかどっか今もあるよねあるあるどこか、うん、え三宝石のさ本店みたいなあ原宿にあっ行った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 そこ行った行ったよね行ってなんかそこで爆買いしたもう一回行きたいわ今なんかさあそこ限定のほっぺちゃったわかるやっぱ行くよね懐かしいやばいやみんな一緒だねみんな女の子だ一緒だね、うん、え懐かしいめっちゃ膨らむボールみたいなえ待ってあるよ ね、まあ、ねそういうのラメストーンとか、うん、やばいねそろそろ終わりじゃないですね終わりますねすいませんやばいもうずっと喋ってられるちょっと引き続きありがとうおしゃべり会スペシャルゲストスペシャルゲストスペシャルゲストミューカホ帰りありがとうございますすいませんコメント何もお邪魔しました私もみんな見てくれてありがとう。バイバイ。バイバイ。ちょっとランキング読みますね。あ、そうだ。うん。13位、未来さん。12位、森健銀河さん。五代優作さん、リヤマさん、ティラカンカンさん、デコプニーさん、ロヒーさん、超快速さん、ポンポンさん、ニシタムさん、モリモリさん、佐藤ハブオさん、たかしさん、そして1位は、エチゴンさんです。ありがとう。ごめんねみんな。でも本当これこういうメンバーのわちゃわちゃメンバーがいないとねわちゃわちゃしないので見守っていただきありがとうございました。ではまたねー。